Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日は大人になっていこう。俺が最も好きなジャンルと言えるかもしれない。プログレッシブロックについてトークしていこうと思うんだけど、馴染みがない人にとっては難解というか、とっつきにくい印象があったりするかもなんだけど、でも実はプログレって最も理屈じゃないというか、パンクと同じかそれ以上に体感してなんぼなジャンルだったりするので、ひとまず試しにこれ聞いてみてってアルバムを選んでみました。いや、選んだというより、プログレの最盛期といえる1973年にフォーカスして、その年にリリースされたいわゆるプログレ四天王の作品を並べてみることにしました。そうそう、今日この動画に偶然遭遇したぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会っていうのはスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それではプログレッシブロック最大の当たり年を印象付けるプログレ四天王それぞれの1973スタート。まずは最もポピュラーなプログレッシブロックのアルバムと言えるかもしれない、ピンク・フロイドの The Dark Side of the Moon。 狂気って放題でおなじみだったりしますけど、これ歴史的な名盤として評価絶大なのはもちろん、セールス的にも大ヒットした作品で、ビルボードのチャートに15年間741週にわたって200位以内にランクインし続けたっていう、もう圧倒的にポピュラリティを獲得してたりもするのね。まあ、正直なんでそこまで売れたのか支持されたのかは疑問だったりもするんだけど、でもくれぐれもマニアのためのマニアックな音楽ではなく、世界的に広く愛されている作品だってことは頭に入れておいてほしいのね。で、一体どんな作品なのかっていうと、ズバリ狂気をテーマにしたコンセプトアルバムで、一枚を通して一つの物語って体裁になってるんだけど、もうほんと考えるな感じろっていうか、とにかく変に構えずにさらっと聞いてみてほしいのさ。もちろんラモンズ的なシンプリシティとは真逆なわけだけど、少なくともビートルズというかアビーロードの B 面を経験してる耳なら普通に聞けるはずだし、どこを切っても刺激的で心地いい最高のロックアルバムなんで。例えばオンザランって曲はアナログシンセのオートアルペジオをひたすらループさせて、そこに生のドラムというかハイハットを当てるのとかコロンブスの卵だし、シンセサイザーの周波数を変調させるのとかもこの時点では大発明だったと思う。なんたってサンプラーもシーケンサーもない時代なわけだからね。あと一番有名だと思われるマネーって曲はさ、レジスターの音でしかも5拍子でリズムを刻んでたりして、とにかく刺激的なんだけど、実はギターがソロも含めて死ぬほどかっこいいっていう。あ、ちなみに一番好きなのはタイムって曲なので、一枚通して聴くのはまどろっこしいよって人は、試しにタイムだけ聴いて、でちょっとでも気になったら頭から聴いてくれても全然あり。とにかくピンクフロイドってのはやばいレベルで深い沼っていうか、一度ハマったら抜けられないはずなんで、まだの人はね、一日も早く足を突っ込んでくれたらと思います。次は今日のラインナップの中では最も激しいというかヘビーな作品、キングクリムゾンのラークストングスインアスピック。まあ普段は放題の太陽と旋律としか言わないですけど、これ現代を正しく訳すとヒバリの下のゼリー寄せってことで、中国の古い宮廷料理の名前なんだよね。タイトル曲の途中に中国っぽいフレーズが出てくるから、おそらくそこからインスパイアされたって感じですかね。でこれはキングクリムゾンにとって5枚目のアルバムですけど、ここから天才ドラマーのビル・ブラフォード、あと俺がミスタープログレボイスだと思ってるジョン・ウェットンが参加してて、いわゆるキングクリムゾンプログレ期の最終形態が整うっていう、まあ、パーカッションのジェイミー・ミューアとバイオリンのデビッド・クロスも含め、リーダーのロバート・フリップ以外はこのタイミングでメンバーを全特化したわけなんで、もはやそれまでのキングクリムゾンとは別物と思った方がいいんですよね。もうマジでこのアルバムではハードロックというよりヘビーメタルって言葉の方がぴったりくる重厚なサウンドを奏でてるんで、アルバム冒頭のタイトル曲はいきなり13分とかあるんですけど、まあ、とにかく緩急がすごく多くてニルバーナの5万倍ぐらいの振り幅があったりするんだけど、気がつくとドラムもベースも誰も楽曲をキープしてない、まさにアドリブの洪水に没入していくんですよね。なのにきっかけ一つで一致団結に戻れるっていう、これスタジオ録音のアルバムですけど、こんなの一人ずつ別々に重ねられるわけないと思うし、意外とせーので一発なんじゃないかなって思ってたりするんですよね。あと B 面頭に Easy Money ってすごい印象的な曲が収録されてるんですけど、こういうのもスキャットっていうのかな、ドゥディダードゥドゥみたいなアグレッシブな歌い方がめちゃめちゃかっこいいの。なんだろう、ハードロックとは違うプログレっぽい歌い方って言えばいいのかな。さすがに伝わらないよね。つうかライブが充実してる時のアルバムって大体は傑作で、このラインナップのキングクリムゾンとかまさにそれなんですよね。もう本当にかけ根なしの最強メンバーが揃ってる。そうだね、キングクリムゾンに関してはこのアルバムも宮殿もなんなら一度取り上げたレッドも全曲トークって形できっちり落とし前をつけたいと思ってたりします。
3枚目は ELP エマーソン・レイク・パーマーのブレイン・サラダ・サージェリー。これも発音が微妙というか、普段は普通に放題で恐怖の頭脳改革って言ってます。っていうかプログレのアルバムって何気に放題が根付いてる気がするね。でこれは ELP にとって5枚目のアルバムなんだけど、自分たちで設立したマンティコア・レーベルの第1弾だったりすると。しかも全英チャート2位まで上り詰めたヒット作だぞと。まあ、自前のレーベルの第一弾っていうのは大体傑作なんですよね。ビートルズだとホワイトアルバム、ストーンズだとスティッキーフィンガーズだったりするからね。でジャケットも気合が入ってて変形というか観音開きになってる。これデザインしたのは H.R. ギーガーっていうスイスのアーティストで、映画のエイリアンとかさ、日本だと X のヒデのソロアルバムのジャケットを手掛けたことでも知られてたりする。で肝心の音はっていうと、ここまでにバンドが歩んできた道のりの集大成って感じで、ムソログスキーの展覧会の絵をモチーフにしたライブ版とか、タルカスっていう強烈な組曲とか、そういう過去の作品のいいとこがいい形で盛り込まれてる気がするんですよね。A 面はまあ ELP のいろんな表情をおさらいみたいに変わる変わるいろんな曲が収録されてて、クラシカルのものからムーグシンセの主張が激しいもの、さらにはおちゃらけロックンロールまでみたいな。でもまあハイライトというか、このアルバムのメインは超大作悪の経典ナンバーナインなんですけど、これ現代のカーンイブルっていうのはカーニバルの語呂合わせらしくて、大作といってもコンセプトを打ち出すとかではなく、ひたすら音楽的なカタルシスを追求してると思うんですよ。もうほんとめくるめくって感じで、フュージョンっぽくも聞こえたり、なんならビーバップデラックスみたいなモダンポップに感じたり、キース・エマーソンがナイスの頃から得意にしてるガチのジャズピアノを聴くこともできたり、だいたい片面で一曲っていうのはプログレではありがちだけど、この悪の経典ナンバーナインははみ出てるというか、3楽章で構成されてるんですけど、第1楽章の前半は A 面ラストに収録されてて、残りが B 面全部っていう、これはさすがに CD で一続きに聴く方がアーティストの意図通りだと思いますね。つかそこまで長尺の楽曲を3人で持たせるというか、全く飽きさせないわけで、まさに最強トリオって気がするんですよね。ドアーズはさ、オルガンのレイマン・ザ・レイクがベースを兼ねるわけだけど、キース・エマーソンの場合は言ってみりゃギターを兼ねるんですよね。こうベースをグレッグ・レイクが務める代わりに、明らかにリード楽器が2人分になってる時があるっていう。それってアナログ時代では単純に右手と左手ってことだからね。要するに凄まじい演奏技術なんだと思います。最後はあたかも映画音楽のようなイマジネイティブなサウンドスケープを描き出す2枚組の壮大な作品、イエスのテイルズフロムトポグラフィックオーシャンズ。これも海洋地形学の物語っていう放題の方が断然馴染みがあるんですけど、イエスっていうのはさ、どちらかというとテクニカルでチャカついた演奏を得意としてて、やたらとリズムチェンジが激しかったり、アトラクティブというかサーカスみたいな演奏を繰り広げるっていうのが特徴だったりするんだけど、このアルバムに関してはそういう力ずくでグイグイ引き込むような演奏とはまるで違うし、全集中して聴くことを強いるような緊張感もない。なんならむしろ穏やかな表情だったりするんですよね。ドビュッシーとかを楽しむ感覚に近い。体で浴びるというより脳が刺激されて映像が浮かび上がるというか、なんたって収録曲は4曲だけで、その全てがおよそ20分って感じなんで、全体にゆったりたっぷりのんびりなんですよね。もっと言えば4楽章で1曲みたいな、交響曲とかバレエ音楽オペラなんかの体裁にも近い気がするっていう。それって馴染めない人にとっては冗長なだけなのかもしれないけど、でも俺は意外とあっさり終わっちゃうなって思ってて、なんだろう、作業用 BGM みたいなノリで流してるとすごく心地よく聴けるのね。なんたって全体のトーンは穏やかなわけだから。なのでこのアルバムに関してはあまり真剣に向き合わないことが本質を理解することにつながるのではと、そんな風に思ってたりします。まあ、とか言ってさっきの ELP が全英チャートで2位だった時、1位はこのアルバムだったりするのでね、まさにプログレ最盛期だよなって思うし、ちゃんとポピュラリティを獲得した作品なんだぜってことはマジで忘れてほしくないポイントだったりするんですよね。プログレってさ、好きな人はディープに好きで、触れたことがない人は全く知らないっていう、それって80年代にはもうそういう状況だったと思うのね。もちろん一般的に言われてる通りロックの一番先鋭的な部分でもあるけど、一方でロックの根幹というか真髄だとも思うので、20世紀ロック普及委員会としてはマジで一人でも多くの人に触れていただけたらと思ってたりします。そうだね、ヘビーな音が好みならキングクリムゾン、映画音楽とかバレエ音楽とか愛せる人はイエスみたいな、頭ごなしにプログレかよってスルーしないで、今日並べた4枚のアルバムから一番ピンときたものを試しに聴いてみていただければ幸いです。それでは今日はこの辺で、ベタなロックに乾杯。